どうも、こんにちは。今回もですね、このね、真冬の北海道、超極寒真冬の北海道でですね、実際の電気自動車を使用してね、様々な検証を行うというね、企画になりますが、さあ、今回ね、一体どんな検証を行うかと。実はですね、これ前回の動画ではですね、特に、この北海道の中でもですね、寒さの厳しい、陸別地域ですね、陸別方面に、まあ、赴いてですね、外気温マイナス30度の状態で、EV でね、中で暖房をつけてですね、車内ぬくぬくの状態にして、まあ、車中泊というかですね、どんぐらい暖房を使ったのかっていうですね、検証。まあ、このね、車内の快適性も含めて、まあ、徹底的にね、これレポートしてきたということになりますが、一方でね、やはりどうしても皆さんこれ気になるのは、やっぱり大雪立ち往生の話になりますよね。これ大雪が降って、車がね、立ち往生してしまったと。そういう時に、暖房をつけて、まあ暖房をつけてね、どれだけ、こう、車内で籠城することができるのかと。これの時間は果たしてどんぐらいなのかと。やっぱ皆さんですね、そこにやっぱり注目がいくと。で、前回やったテストは、まさに車内ぬくぬく、まあまあマイナス30度っていう環境で、まあ過ごしたわけですけど、まあ、さすがに、じゃあ立ち往生本当にしちゃいましたって言われたらですね、そんな車内ぬくぬくではさすがにやらないですよね、皆さん。でも、じゃあ暖房消して耐えろよっていうのも、まあ非現実的ですよね、ほとんどの方にとって。なので、今回はですね、まあ、普通の人が、まあ、なんとか、まあね、立ち往生なんで、さすがにぬくぬくってわけにはいかないけど、でも、一晩耐えられるよねっていうような、暖房の温度。まあ、いつもですね、このチャンネル21度っていう風にやってますけども、21度じゃなくてもっと下げます。まあ、18度なのか17度なのか。それはですね、実際に、まあ、またね、今回結局陸別方面行くんですが、その陸別においてですね、ちょっと温度を調整して、まあ、その車外と車内の温度をですね、こう測りながら、どれぐらいが、まあ、適正、なんとか人間が、まあ、無理なく耐えられる温度なのか。で、それは何度なのか。そして、それ調整した時に、果たしてですね、電力消費量はどれだけになるのか。特に、前日ね、まあ、21度、車内21度の環境で消費した電力量と比較して、どれだけの差が出てくるのか。そして、その、最低気温、最低のですね、温度設定にした時に、果たして、テスラモデル Y、今回の車両ですけど、テスラモデル Y だと、何時間、籠城作戦をですね、観光することができるのかというところをね、今回、ちょっとね、体を張ってですね、検証していくという企画になります。さあ、現在ですね、今いるのが、このですね、北見市街ですね。北見市街にいます。そして、ここからですね、自動車専用、まあ、高速ですね、乗ってですね、さらに南下していくと。そして陸別町ですね。もう陸別町のですね、すぐ、このですね、もう中心部にあるわけですが、今回のですね、スポットが。まあ北海道を俯瞰してみるとですね、まあこんなような位置ですね。まあ道東ですね。東側の、まあ特に、この内陸部ですね。一番気温が下がると、まあ言われている地域、それがですね、この陸別ということになりますので、まずですね、この陸別に向かっていくということになります。距離はね、51キロということですので、まあそんなにね、まあ北海道にしては、全然遠くないと。ただね、まあ50キロっつったら結構な距離だと思いますけども、まあ北海道って観点で言うとね、本当にお隣町という感じになりますから、はい、ね、いかにね、この北海道がですね、でっかい道なのかというところがですね、もうこの距離からもですね、まあお分かりになると思います。いずれにしてもですね、まずは、今回のね、その車中泊暖房消費量テストのですね、場所であるですね、陸別に向かっていきたいと思います。さあ、陸別のね、中心地にあるですね、まあ道の駅があるんですね。はい、オーロラタウン陸別でしたっけ？はい。このね、まあ道の駅でですね、ちょっと車を駐車させてですね、ね、前回と一緒です。温度計をもう外に出してます。で、車内の温度計もあります。はい。でですね、
てかその前に、そう、その前に、ちなみにね、先ほどですね、北見市街から走行したデータを軽く紹介すると、北見からね、この陸別までですね、52キロ走行して、1時間ですね。で、198ワットアパーキロメートルと。これ特にですね、これは、陸別はこれ北見より若干標高が上がります。なので、標高分ですね、こっちの方が見やすいか。あ、消えちゃった。ごめんなさい。これもう消えちゃってましたけど、まあ、いずれにしてもですね、標高が高い分ですね、電気性能は悪くなります。で、それでも、198でしょ？で、外気温14度とかっていう状況ですよね。北見市街はマイナス10度ぐらいでしたっけ？9度とか。で、そっからま、14度、やっぱり下がってますよね。うん。標高上がってるから。でも、それでも、上りで198でしょ？いや、相当電気でしょ、やっぱり。うん。ちなみにタイヤの空気圧はね、まあ、2.9。2.9 ぐらいでしたね。はい。電費はね、まあ、すこぶる良好だというところがね、まあ、これで分かったと。まあ、思いますが、ちょっとね、暖房の音を聞いててもですね、ちょっとやっぱいつもより音が大きいんですよ。やっぱりマイナス10度ぐらいと、マイナス今14度ですけど、14、5度ぐらいからは、やっぱちょっと一段階、うん、暖房の消費量が増えるんだろうなっていう、今のところはそんなような印象を受けていますが、現在ですね、まだね、外に出していて、まだね、ちょっと下がりきってないんですよね。マイナス 12.8 度。おそらくね、マイナス14度ぐらいにもう今なってますので、はい。まあね、この温度は期待していいかなと思います。で、今、車内温度、ま、20.1 度と。ここにね、いつも通り置いてます。センターコンソール上に。まあ、なので、ちょっとやっぱり高いですよね。うん。で、今、充電材料 72.4% とか。で、58.1kWh あると。で、今だいたい暖房 2kW ぐらいですよね。うん。だからこれが、20度超え出すと、やっぱり 3kW とか、そういう風になり始める。多分そこ、そういう感じなんですかね。うん。ただこれは、今ね、21度、オートですよね。この状態で、で、しかもですね、風量も、ミディアムにしてますから、ローじゃなくてね、ロー、ミディアム、ハイと、3つありますから。まあ、まあね、もう今、マイナス15度。多分、こっからね、今日は多分20度前半ぐらいまでは下がると思いますけども、ぶっちゃけ余裕です。もう余裕すぎて、もう検証のしようがないと。だから電気自動車で投資はしないことはもうこれは分かってると。だから一方でじゃあ今回の検証ではね、やはり立ち往生。だから今この瞬間で、用意どんで立ち往生すると。そうなった時に、どこまで暖房の温度を下げられるのか。で、別にそれは本当にもう限界までもう己を殺して我慢するっていうよりかは、まあ、ちょっと我慢。気持ち我慢するけど、でもまあ一晩はちゃんと耐えられるよねと。ある程度余裕を持って耐えられるよねっていうような、ちょっと気温の下げ方をしていきますので、ちょっとですね、まあもちろん外気温もそうだし、この車内の温度特にね、ちょっと注目しながら、どんぐらいまで下げられるのかっていうところをね、実際にこれ立ち往生を想定して、検証していくということになります。ちょうどね、今7時56分ですから、8時からね、実際にスタートするということになります。はい。で、そしてですね、まあ、マイナス15度のね、状態で立ち往生しますってなったらですね、見えるかな？このね、僕がいつも着てる、こういう、外に出てく用の、もう超、ちゃんとしたですね、こういう、ダウンジャケットというか、ダウンがありますよね。だけど、まあ、それ着たら、なんか、ねえ、それ俺は持ってないんだ、みたいな。マイナス15度なのに、ダウンも持ってない、その、頭の悪い人がですね、なんか世の中にはですね、なぜか、なんか5万と存在するんですよ。まあ、なので、今回はですね、私がぬぐぬぐの本州で着ているですね、この薄い、まあ、これもダウンじゃダウンですけど、見えますかね？見えねえか。見えるかな？この薄いですね、ほら、非常にこの薄い、はい、このね、コートを、こっちを着ます。まだ着ません。8時になった瞬間に、もちろんこれを着ます。そして、まあ、それを着た状態で、暖房の温度をぐっと下げて、そして、実際にね、どこまで暖房の温度を下げられるのか、そしてそれをね、まあ、維持して、どれだけね、電気の消費量をね、減らすことができるのかと。特に昨日のマイナス30度のね、検証とも比較しながらですね、ちょっとね、実際にね、このですね、立ち往生テストをスタートしていきたいと思います。
さあ、それではですね、まもなくね、8時になると、検証スタートの8時にね、なりますので、はい、全部ね、スクショを取っていきたいと思います。まずね、はい、72.1% の 57.9kWh ということですね。これで確定させます。そして、さらに、はい、現在のね、これ外気温、-13.4°C、そして -20.3°C と、こちらもですね、スクショ撮っていきたいと思います。はい、20時になりました。さあ、今立ち往生したという想定のもとですね、早速、こちらのですね、シートヒーターマックス、そして温度をぐっと下げます。とりあえず、16度の状態にします。それで、どれだけ車内の温度を保てるのかっていうのを、まずちょっと見てみたいんですよ。これ、このテスラ車っていうのは 15.5 度が設定できるマックスになるので、まあ、15.5 か16度。これで、ちょっと一回そこまで下げます。だから16度までとりあえず下げて。で、そこからですね、寒いなという形になれば、一度ずつね、ちょっと引き上げていくという検証をね、まず取りたいと思います。はい、ちょっとね、コートもね、着用していきたいと思います。さあ、現在ですね、30分近くがね、検証スタートしてね、まあ経過したという状況でですね、今ね、車内のね、温度、アプリ上で14度ということになってますね。今一回、マニュアルのオートいつも使ってるんですけど、今、風量1だけにして、16度設定、これで、ちょっと様子を見て、多分16度は維持できないんですよ。で、多分10度前半とかに多分なると思うんですけど、それで、どれだけ、その体感値で厳しいと感じるか。だからそこで、判断して、まあ、オートに戻すか、もしくは、16度の風量を増やすのか、もしくは17度ぐらいにするのか、ちょっとわかんないですけど、ちょっとね、いろいろと相談してみたいと思います。で、今のね、このね、正確なアプリ上じゃなくて、なんだ、正確な温度計っていう観点で言うと、今、外気温ね、14.7 度と。で、車内温度 15.9 度まで下がり始めてますから、さすがに風量1だと、風量1の方がいいのか、それともマニュアルの、オートにした方がいいのか、どっちがいいんだろうな。ちょっともうちょっとね、様子を見ていきたいと思います。はい、現在ですね、8時50分になるところですかね。まあ、実験をスタートしてね、50分ぐらい経っているということになりますが、はい、現在ですね、こちらですね。外気温マイナス、ついね、15度のね、大台を突破しているということになりますが、車内の温度13度なんですよね。はい。現在ですね、引き続きですね、16度、マニュアル1、風量1設定にしてますね。で、こっちからしか風がやっぱり出てないんですよ。で、しかもね、僕実はね、今から、ライブ配信やるんですよ。なので、ちょっとね、パソコンがね、この風の部分を塞いでいるっていうですね、まさかの状況になっているので、あんまり多分ね、こう、あったかい風がこっちに来ないんですよね。テスラ車内14度って言ってますけど、多分ね、センサーの位置的な問題なので、まあね、ここにね、置いてある、やっぱり温度の方が、やっぱり、重要視した方がいいと思うので、そうだな、今ね、まあ今 2.9 度っていう感じで、まあ過ごしてますけど、確かにやっぱりね、こっち側がやっぱり冷たいので、やっぱここの冷気が全体に来ますよね。まあこの体の右側に来るので、右は寒いなと、まあ思いますね。で、ずっとですね、やっぱり温度がこれ下がっていってしまうので、難しいところですよね。じゃあ、どうするか。だからこれ昨年もやったようにですね。まあ、本当はこれ着たいんですけど、まあ、このですね、薄手のコートでも、まあやっぱシートヒーターと、これ今、ハンドルヒーターもありますから、まあこれ握ってね、まあシートヒーターもっていうことをやってると、まあ今のところはまだ大丈夫。だからこれがやっぱり10度とかやっぱ切ってくると、さすがに渋いかなっていう感じになりますので、温度を上げるか、それともマニュアルをオートにするのか、どっちなんだろう、温度を上げるのか、ちょっと、わかんないんですけど、まあ、いずれにしても、もうちょっと、様子を
はい、見たいと思います。いずれにしてもね、ライブ配信があるので、ちょっとね、ライブ配信上でもですね、ちょっと含めて、温度のね、調整を適宜行っていきたいと思います。おはようございます。今ね、ようやくね、朝の7時45分と、今ね、このキャンプモードのね、表示をね、解除しようと思いますけども。はい、はい。実はね、私、昨日の、まあ、夜は ライブ配信していたんですが、これね、ライブ配信終わってね、もう眠すぎて、とりあえずちょっと寝ようと思って。で、ちょっと寝たんですよ。そしたら、さっき起きたっていう。7時15分ぐらいに起きて、うわぁ、寝ちゃったよっていうのと、逆に、寝て、起きて、率直に、ちょっと肌寒いなっていう感じだったんですけど、まあ、普通に寝て起きることができているということは、まあ、投資はしていない。まあ、普通に、まあ、ぬぐぬぐじゃないにしても、まあ、普通に寝れるよね、と。だからこれ逆に言えば、一切起きてないってことは、これ何が言えるかっていうと、寒さによって、さすがに、あって起きて、いやもう寒いっていう感じじゃないんですよ。だ普通に、まあ、寝れちゃうっていう、そういうレベルなわけですよ。わかりますかね？だから、ってことは、やはりですね、まあ、ある程度、まあ、その、車内の温度も保たれていたんだろうなと。で、ここで全部記録は取ってるので、後で見返すことは可能なんですが、はい、そのね、データがね、いろいろとありますけども、現在のね、外気温マイナス 24.2 度と、いや、冷えたね。さっきまでね、マイナス 24.8 度とか、そこまでの表示になってましたから、いやー、さすがにマイナス30はいかなかったけど、にしても今日も冷えてますよ、これは。間違いなく。で、今もう8時前になるので、さすがにね、もう日がね、これ出始めてますから、多分その分だけちょっとずつこれも気温もね、上がっていくだろうと、思いますけども、車内温度がね、今 9.7 度。で、起きた瞬間 9.5 度とか、そんぐらいまで下がってました。なので、ちょっとね、まず、今4時47分でしょ？まあ、いっか。とりあえず、外気温見てみようかな。これは、もう全部記録取ってるので、30分おきの、温度、これが外気温ですけど、これ全部見れちゃいますから、はい、夜のこれ8時からね、ちょうどここら辺ですね。ここら辺からスタートして、これ厳密に言うと、これもうちょっとこれ温度下がってますか？これね、40分前ぐらいからこれ外出してるんですけど、ここから。だけどね、なかなか下がっていかないんですよね。だからまあ大体マイナスは14、15度ぐらいから。まあ大体あってのかな、でも。そっから、どんどんね、こう下がっていってますよね。で、マイナス20度を深夜0時の段階で突破して、で、こっからさらに下がっていって、で、ようやくですよ。ここら辺？ここら辺ですね。6時、4時、5時、6時、7時。まあ、朝の6時半ぐらいの段階で、マイナス、どんぐらいですか？縦にも伸ばせるんで。あ、マイナス25度切ってるわ。ほら。朝の6時半、7時。前ぐらいの段階で、マイナス25度切ってますね。言ったわ。言ってる。だからマイナス25度は下回ったと。で、そっからちょっとずつ温度が上がってるよ、ということなので。いや、もうこれはマイナス25度の状態をなんとか耐え切ったという感じでいいんじゃないですか。いや、よくやりましたね。まあ、よくやりましたね、つってもですね、ぶっちゃけ、暖房をつけてるんで、ぶっちゃけ、特に、努力してないというか、ぶっちゃけ言うと、まあ、個人的には、まあ、ぬくぬくしてはないですよ。今も、
ちょっと肌寒いなっていう感覚はありますけど、だからといって、もうなんか寒くて、もう早く暖房つけたいみたいな、まあ、仮にあと、もう一セット、この、タッチ往生してくださいって言われても、全然まあ、耐えられるというか、まあやんなきゃいけないんだったら耐えようかなっていう感じですから、そんなような、私のちょっとその喋るテンションとかもちょっと聞いていただきながら、大丈夫そうだったんだなっていうところをちょっと感じていただければいいと思います。そして、このね、車内温度の方ですね。こっちもデータ取ってますので、どんな変遷してるか、さすがにね、7度とかそんなところまで行ってないと思うんですよ。でもちょっと下がってますね、やっぱね。ここですね。20度からね。20時からスタートして、はい。ちょうどね、暖房のね、設定を下げました。でね、見る見るうちに加工していき、8時、10時ですね。夜10時の段階で10度ぐらいになったと。で、そこからは、なるべくキープさせようとして、で、ライブ配信がここら辺で終わって、そこから、寝たわけですよね。で、ちょっと温度下がってますか。ちょっと下がってる。ちょっと待って。ここが、4時ぐらいが一番下がってるな。これ何度？あーでも8度は超えてるんだ。8度はちょっと超えたけど、でも 8. 点何度とか、そういう世界線。でも5時から上がってるんですよね。ほら。なんだかんだ。だから温度を多分テスラ側がキープしようとして頑張ってくれたんですね。で、まあ9度ぐらいですか？ずっと9度ぐらいで、まあ維持したというところなので、まあ、それでも僕やっぱ起きなかったわけですよ。8点何度まで下がって。だから、まあそれはですね、やっぱりこの空調が、まあちゃんと作動してるっていうのと、まあ足に関してもですね、まあ普通に暖房、出てますから、まあそれを考えれば、まあ特にもうあまりにも寒くて起きちゃったみたいな、そんなような感じじゃなかったかなと。まあいずれにしても今ね、これ 17.5 度で、キャンプモードで空調ね、足元と普通のね、正面で風量3、内気循環と。まあこのようなセッティングであれば、とりあえず外気温がマイナス25度を突破してもですね、まあとりあえず、まあ8度から9度、まあ8度から9度台をちゃんとキープすることができてると。うん。そういうことがね、これでわかるかなと。今、いや、だからあとはわかんないけど、まあ、ここの、この置いてある温度計、今 10.1 度まで上がってんですよ。だから、多分こうやって、人となんかまあこう、ライブ配信してたり、まあ、喋ってるのとやっぱりその活動量が増えるんですかね。だから若干、車内温度もいい影響を及ぼすのかな。わかんないけど。だから完全に寝ちゃって、止まっちゃってると、その分だけ、こう、温度が、下がっていく、その活動量が減るので、その分、その要するに、私から発さられる熱っていう量も減ると思うんですよ。だからそれもちょっと車内温度がそのライブ配信終わってからちょっと低下している、それの原因の一つなのかなと。だから私の熱の量が減ったからで、起きて熱の量が増えてるので、まあ気温の上昇も相まって温度が今急激に上がり出してますよね。まあいずれにしてもね、まあ何にせよはい、マイナス25度の環境下で、最低限の暖房をつけて、まあ、余裕で、もう、ぶっちゃけこういう言い方あれですけど、もう余裕すぎますよ。余裕で、検証終了することができましたので、はい、まあ、最後ね、8時になった段階で、どれぐらい電気を消費したのかっていうところね、うん、最後、見ていきたいと思います。はい、それではですね、まもなくね、朝の8時ということになりますので、はい、ここでね、確定させましょうか。現在はですね、マイナスの 23.8 度と、さすがにね、温度が上がってきているというところで、でもね、車内温度はね、まあ 10.3 度と、うん、やっぱね、私が起きてからですね、温度が上がったということになりますので、はい、じゃあ、8時になりましたのでね、これで確定させたいと思います。49.6% の 40.9kWh と、はい、
お疲れ様でした。検証。これもね、空調 17.5 度という感じですね。はい。まあ、風量もね、まあ3という感じで。はい。これでね、一晩12時間ですね。まあ、余裕で夜を明かすことができたということになりました。これ厳密にね、見れば、これあれですね、25.4 度でしたね。朝の7時ですね。朝の7時の段階で、-25.4 度と。これがね、今回のリグ別のね、最低気温だったということになります。はい。それではですね、まあ、今回の、このですね、北海道陸別におけるですね、立ち往生テストのね、結果、総括していきたいと思います。はい。20時のね、段階からスタートしました。だいたいマイナス15度ぐらいからスタートしましたね。そして、充電材料 72.1% からスタートして 57.9kWh という電力量が残っていたと。で、ちょうどですね、12時間経った朝の8時ね、まあ、検証が終了したと。だいたいですね、マイナス23度ぐらいですか ?8 時では。で、一番寒かったのが7時前ぐらいですね。マイナス25.4度まで今日は行きましたけれども、まあ、その状態でですね、まあ、暖房を、まあ、結局ね、17.5 度まで引き上げてますけども、まあ、寝る前ですよね。深夜の2時、1時とか2時ぐらいの段階で、17.5 度。で、風量3、内気循環。で、こういうような設定で、だいたい車両放置すると、まあ、だいたい10度ちょっと切るかぐらい。結局温度が一定になっていたと。で、そこからですね、まあ、何時間が経って、で、どれぐらいね、電気を消費したかということになりますが、はい、これね、結論から申し上げて、22.5% 分、17kWh という電力量を、まあ、使用したと。12時間で。ということなので、じゃあ1時間あたりに直すと、まあ、大体ですね、2% は使わないと。そして、1時間あたり 1.42kWh という電気を、まあ、使用することになると。いうことですね。まあ、なので、車内を、ま、最低限の状態に、ま、保温すると。で、まあ、こんなね、薄っぺらいコートを、まあ、ではありますが、まあ、着てね。で、まあ、なんとか、ま、耐えられるよね、と。めちゃめちゃもう、死ぬほど我慢するって感じじゃなくて、まあまあまあ、ぼちぼち、まあ、立ち往生なんで、立ち往生しちゃったなと思って、まあ、ちょっとね、暖房を、ま、最低限つけると。そういうような状況だと、だいたいですね、まあ、これぐらい、だいたい 1.42kWh ぐらい1時間あたりでも使っちゃうね、ということですね。まあ、ということなので、これをですね、まあ、この満充電状態から、もし仮に立ち往生すると、52.8 時間と。まあ、この車両はですね、78kWh のバッテリー積んでて、で、厳密にはまあ 75kWh 使えると。ネット値が78なんですよ。だから厳密に言うと、0% からまだ 3kWh 以上残ってるんですよ。残ってる。3.55kWh。だけど、まあ、もし立ち往生して、立ち往生が解消されてから、まあ車を動かすじゃないですか。だから 3kWh あったら 20km は走行できるんですよ。で、そういう風にして考えると、まあ、なんだ。それは、ちょっとバッファーは残しておこうと。温存しようと。いう感じになると、まあ 52.8 時間。は、まあ、まず間違いなく立ち往生できると。一方で、まあ、充電材料ね、まあ、50% から立ち往生するっていうのが、まあ、現実的でしょうから、まあ、そうするとね、やはり、まあ、26.4 時間ということですね。まあ、だから、このですね、外気温マイナス20度を大きく下回るような状態で、まあ、立ち往生した時に、まあ、最低限暖を取るっていう戦略を取ると、まあ、丸1日が限界かなと。いうところがこれでね、まあ見て取れるわけですよ。しかしながらですね、これって、実は、非常に、ありえない想定をしてるんですよ。なぜ今ありえない想定なのかと断言できるか。実はですね、まあ、今のですね、この、はい、昼間になったわけですよ。朝になったら、マイナス18度までまず下がっている。これ当然ですが、はい。もうね、日が出ていますから、かなりですね、外が暖かいと。しかもですね、これ日が出ていることによって何が起きるかというとですね、消費電力量がめちゃめちゃ下がってるんですよ。今暖房これもう21度、オートにしてますけども、それでも、
1キロワットぐらいで済んでるんですよ。これはひとえに太陽のおかげなんですよ。太陽光が出ればですね、基本的には暖房の消費量はかなり抑えることができます。まあ、なので確かに24時間、25、6時間しか持たないっていう計算になりますけども、よく考えたら1日のうちに日が出ていない時間っていうのは、まあ所詮12、3時間だけじゃないですか。残りの半分の時間は、まあ日が出ているわけですよ。まあということを考えれば、この間の時間っていうのは電力消費量大きく抑えられると。だからこの点を総合的に勘案すると、まあ25、6時間しか持たないっていうのは、数字上では確かにそういう理論上そういう計算になりますけど、現実世界っていうふうに当てはめたら、まあマイナス25度が、この24時間も続くっていう環境は日本には存在しないんですよ。陸別ですらですね、これ外気温がまあ25度、マイナス25度以下になっても、昼間はマイナスですね、まあ7、8度、まあ10度ぐらいまでぐっと上がりますから、そしたらですね、電力消費量は大きく抑えることができますから、現実的にはまあありえないと。25、6時間っていうのはね。まあだからおそらくまあ30時間以上、もっと多分持つだろうな。36時間ぐらい。充電材料半分の状態から立ち往生しても、まあ、1日半ぐらいは多分持つんだろうなと。まあ、そういうふうにして考えればね、非常に、まあ、楽というかですね、まあ、こんぐらいのね、気温まで下げればですね、車内温度、まあ、普通に人間も耐えられるし、もちろん当然ながら電力の消費量もかなり抑えられると。まあ、ちなみにですけど、その電力の消費を抑えるという観点で言うと、実はね、この小都市別で、においてですね、車中泊テストをやりましたね。で、こちらは、まあ、マイナス、まあ、30度まで行きました。まあ、厳密に言うとマイナス29.8度ぐらいですけども、はい。この時はですね、まあ、21度オート。厳密に言うと、空調設定は 22.5 度オートにして、車内の温度をだいたい20度台に、こう、キープしたと。で、そうするとですね、まあ、電力消費量で言うと、だいたいですね、まあ、1時間あたり、3キロワットは弱ぐらい使っているんですよ。で、そうすると、まあ、満充電でも、まあ、25、6時間しか持たないよね、という話になるわけで、まあ、これもね、全く同様に、太陽が出てればですね、その消費量は抑えられるので、まあ、1日半ぐらい持つという、こっちも計算になりますが、まあ、それでもですね、単純計算で倍ぐらい、倍？いや、倍だよね、ちょうど。うん。だからやっぱり、車内を21度ぐらいでキープするのと、まあ、10度弱ぐらいにキープするっていうのは、やはり消費電力量が倍ぐらい違ってくると。まあ、向こうのがちょっと寒かったんですけど、まあ、やはりですね、立ち往生に遭遇したら、その、まあ、ぬくぬくとね、状態ではなくて、まあ、ある程度温度を引き下げながら、やっぱり我慢をするっていうところで、まあ、命のね、問題ですからね。もうちょっと、気温を、まあ、引き下げると。で、気温を引き下げると、まあ、最大で、この、半分ぐらいの消費量に抑えられると。これもちろんですが、暖房を切りながら、さらに耐えるってこともできますけど、まあ、さすがにマイナス20度の段階では現実的ではないですし、まあ、でもね、立ち往生が発生するって言ったらね、陸別で立ち往生なんてほとんど発生しないと思いますからね。まあ、ね、もっとぬぐぬぐの北陸とか、ね、東北で立ち往生したら、行ってもマイナス10度とか、ね、まあ、多分、北陸の立ち往生、なんか2日間とか昔ありましたけど、あの時の気温って大体マイナス3、4度とか、所詮そんなもんですよ。そしたらね、ヒートポンプの暖房消費量なんてもう全然大したことないんで、それで、さらに、なんだ、ぬくぬくじゃなくて、もうちょっと17度とか、まあ、今回 17.5 度にしましたけど、多分、そんぐらいの温度まで引き下げることができれば、もっとですね、伸ばすことができる。まあ、だから2日ぐらいは、多分ガチンコで、耐えることができると、まあ、思いますので、まあ、今回のこの極端なね、まあ、検証が、どれだけちょっと参考にね、まあ、なるのかっていうのは微妙ですけど、でもね、いいんですよ。最低最悪の状況を想定して、それでも、ね、1時間あたり 1.4kW、1.42kWh ぐらいしか消費しませんよと。そしたら少なくとも、ね、ぬくぬくの北陸とかさ、ぬくぬくの東北とかでね、同じ検証を行ったら、こんな減らないよと。いうふうに、まあ、思っていただければ、まあですね、ある程度、あ、電気自動車でもこんだけ持つんだなっていうところがね、これでお分かりなのかなと思います。
はい。ということでですね。まあ、今回のですね、この北海道陸別、もう日本一寒い、今日もですね、マイナス25度を下回るようなですね、超超極寒環境下においてですね、電気自動車の暖房消費量テスト。まあ、やはりですね、温度引き下げれば、これだけですね、電力の消費を抑えることができるということがこれで分かったと思いますのでね。まあ皆さんもですね、特に、まあ北陸地方、東北地方に住まれている方でね、電気自動車の立ち往生怖いと思っている方はですね、ちょっとこういうですね、まあ極端な検証を参考にした上でね、うん、まああっちだったらもっと余裕を持ってね、車内で過ごすこともできるし、暖房の消費量もね、抑えることができると。少なくともですね、電気自動車で立ち往生したところでですね、投資するなんてことはありえないと。だって今生きてるんだもん、というですね、ことが、まあこれで判明したと。反論がある方はね、ぜひ、この北海道陸別に来てですね、マイナス25度、まあマイナス30度、という極寒環境下の中でですね、ぜひとも電気自動車、同じようにですね、極寒テストをやっていただきたいですし、電気自動車はね、嫌だという方は、ぜひともね、内燃機関車で、同じような検証をね、やることをぜひともお勧めしたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。